さあ、今回はですね、このルーミック初の企画でございましてですね、はい、このショート動画をルーミックでも撮ってみようかなというわけでございまして、まあ今は YouTube でも何でも、もうショート動画は、まあ、TikTok を含めてね、うん、まあ、大元バインっていうのがありましたね。そうですね、バインからあってミックスチャンネルがあって、うんうん、で TikTok が流行ったっていうショート動画、今もう大ブームでございまして、大ブームですね。でそこをちょっとバズらしたいなという地域テレビの、事業部の方の移行 でございまして、まあルーミックそれを知って、それ知ってもらって、もっとたくさん知ってもらったらいいなと、はい、そこで今流行ってる、今ちょっと前から流行ってます、ちょっと前に流行ってた自己紹介用の動画っていうか、その振り付けを撮ろうかなと。なるほどなるほど。ただちょっと一個だけいいですか、全然乗ってねえんだけど大丈夫かな、それちょっとごめんなさい、理解ができてないまだね、まだ最近勉強中ですもんね。なんかあなた映えるね。そうだね、うん、はい、じゃあ行くよ、もう一発でいっちゃうか、はい、はい、じゃあ行きますね。じゃあもう本当この辺しかできないってことですか。そうだね、でもね、みんなそうやってた。足も映ってるよ、足も一応、足も映ってる、うん、こんぐらい行くよ。どんぐらいか分かんないですよ。行きます。オッケー、かっこよすぎませんライブバリのパフォーマンスやってましたよ今TikTok そんな本気じゃなくていいっすよ。芸を本気にやんない本気の芸を出すんじゃないよ、ね、俺顔のドアップでいい、ドアップマジでお化けみたいだったんですよしかも左目のメイクの時両目つぶってますからねね名前でしょ。でラストみんなに一言はいいよね、うんうん、これいいよね、うんうん、みんなに一言、うんうんうん、座右の銘的なものとかも載っけてもいいし、好きな英単語でもいいですし、うん、趣味、趣味ね。リサさん趣味なんすか。その趣味、好きなこと、お仕事以外で。漫画、あ、漫画読む。お酒飲む、お酒飲む。あ、俺はなんかシンセを触る。あ、うん、シンセを触る。何でしたっけ、趣味でやるんですね。もうだってこれお金にならないですから、シンセ触っても。いやでもそのなんていうんですか、趣味ってその安らぐためにやるものじゃないですか。いやでもね、僕今ね育児してるじゃないですか、でほとんど自分の時間ってほぼないんですけど、うん、例えば30分でも空いたらとりあえずスタジオ入ってコンピューター立ち上げてずっとビヨビヨ流してます。それなんか作んなきゃとかっていう脅迫観念じゃなくて、ただただ楽しいから落とし込みたいみたいな。新しい新製を買ってそれをビヨ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 ってやって落とします。別に曲にはしないです。へー、分かった、はい、よし、はい、チャームポイント。リサさんいっぱいありそうですけど、いっぱいあるやん、それチャームポイントだらけの人だもん、うん、なんかだって覚えてもらいたいじゃないですか、その名前と一緒に。これ八重歯か、まあそうですね、髪の毛は変わっちゃうから、まあでもあれだ、ピンクか、筋肉じゃない、足の筋肉。あ、そうですね、ね、はい、実はかっこいいじゃん、で終わる。小坂さんはあのメガネを外して出ることないじゃないですか、はいはいはい、だからメガネとか。まあ俺はそうか、あ、確かに。チャームポイントがモノか、なるほどね。まあまあ、なんか、うん、人のことを覚えるときに、なんていうんですか、特徴として覚えるのって、うん、メガネの人とか、ね、そう、うん、大きい人。俺普段してないじゃんか。じゃあもう特徴ないわけじゃない。もう違うよ。小坂大魔王としての。まあメガネ。なるほどなるほど。そうそうそう、でも僕いつも言うのは実はね、僕ね大きさって言うんですけどね。ああ確かに。僕は大きいんですよ、うん、やっぱ。確かに。で大きい薬になんかさ細かいこと言ったりするじゃない。だからそのギャップなのかなって思いながら、僕は意外と、まあ、メガネ、もちろんメガネか身長、うん、でかさ、うん、でかさでかいじゃん。あのキリンってやっぱでかさがメインじゃん、やっぱ、うんうん、サイも、うんうん、ね、サイってこのサイズで見たらさあんま可愛いけど、あの特徴なくない、うん、確かに。やっぱあのでかさ、象とかね、うん、っていうのはあれだから意外と象とかサイみたいなもんだなと思って。なるほど、だからでか、俺は意外とでかさ。なるほどね、田村は
チャームポイント、自分で何ていつも言うの。言ったことないかもしれないそれ。覚えてもらうために何て言うの。すっごいバカなんですよね。じゃあバカ自分の自己紹介動画でチャームポイントバカ、バカ、むっちゃこいつバカじゃんってなりますよいいじゃんそれで。苦手なこととか、なんか、あ、リサさんの意外な苦手なこと、確かにね、それ興味がある。まあゴキブリは苦手だけど、だ意外と鶏肉とかさ、なんか、こう見えてムカデ、かわいいいや、確かにムカデ得意分あんまりいませんけど、うん、確かにムカデいいね。ムカデ と、ゴキブリがいたらムカデは嫌だ。あ、そうですね。ゴキブリ平気。ゴキブリ平気じゃないけど、ランクはそんなに高くないです。おムカデがやばい。ムカデの方がやばい。もう一番ですか、この世界一番苦手ですか。マムシ。マムシリサさん、それはあの生命の危機なのでそうですね、マムシが生命の、やっぱ生命の危機なのでね。実家に出るんですよマムシが。あ、そっか、岐阜だと、うんうんうん、じゃあでも苦手なものマムシもいいかもしれませんよね。マムシ、それってえって思わない。うん、確かに。でも実家によく出るんですって、後々そこで行けるかもしれない。これ結構みんな見たいと思います、うん、こちらの完成した動画ですね、この概要欄、今のこの YouTube の概要欄に貼ってますんで、こちらの方をぜひ見てくださいというわけで、はい、結構貴重になりますんで、はい、あといつ消えるか分かりません早めに見てください、はい、というわけでございます。ありがとうございました。バイチー。